どうも、始まりましたラジオカモメンタル2でございます。カモメンタルの牧雄介です。岩崎う大です。はい、あれなんか近い、はい、近いね、あれ今日あれえ、いや、まあまあ、あ、そうですか、近いですよね、うん、あのちょっとコメントでですね、はい、あのマイクを導入したのに、ここにつけるやつね、あのちょっと音声が良くないということで、どういうことなのそれって、どういう現象なのマイク導入入れていただいた後で恐縮なんですが、俺も思ったのないね、それ牧雄がなんか勝手にアドリブでいやいやね、やっぱちっちゃい声も拾えるかなと思って、ピンマイクだと、まあ、そもそも、うん、コメンタル ラジオコメンタル1ではね、うん、まあこいつ、まああれラジオだったから完全に、うん、まあ音声だけ、うん、ボイスレコーダーこの辺に置いて、うん、でさらになんかマイクみたいなのありましたね、なんかスタンドマイク、あの短いスタンド、うん、これぐらいのなんかマイクで、ね、こうやって喋ってたもんね。ああ、割とそうだねそうだから、それから、うん、あのピンマイクも多分こうやってやってればでもまだいけたんですよ、多分。テストした時は結構良かったんです。なんかちょっとやっぱカッコつけてここにつけてやってたじゃないですか、カッコつけたわけじゃないけどねこれが逆になんかまずいのかなと思った、なんか近すぎんのかなと思った多分ね、これならいけたんですけど、なんかここにやっちゃってたから、うん、なんかこうね、でもだとしたらこうしてればいいんじゃないの、うん、そうですね、いや、まあ、ただちょっと一旦これでちょっと試してみたいっていうのも、ね、まず一人は、はい、あ、だから第1回の方が音質良くて聞きやすいです、だから第1回目は普通にこうやって、うん、何もなかったの、はい、うん、やってたんですよ、カメラつけず、このカメラの iPhone の、うん、それは iPhone の集音マイクを少しでも近い方がいいからってこの距離になってるってこと、あ、そうです、そうです、今近いのは、そうはいはいはい、で、うん、でね、やっぱり音声がいい方がリスナー増えると思いますのでご検討ください。そうだよね、あともう一つ、音声の乱れが気になります。音質が改善されるともっと再生回数伸びるのではないかと思いますっていうことなので、じゃあ結構その、うん、いるんだ、そういう、いや、ダメだ、これクオリティがってそうそう、だからさって言っちゃった人が、最初に僕はそれを、うん、なんか変に、うん、なんていうか先読みっていうか、こう、うんうん、言われないように1回目撮った時に、あ、これ iPhone で音撮ってるからと思ってピンマイク買ったんですけど、うんうん、ちょっとこう逆のことをやっちゃってましたね、はい、なるほどね、でも多分、うん、だから結構ね、これでも全然いいっぽいです、音質は、はい、で、あ、じゃあその流れでちょっとメール言ってもいいですか、はい、夫がお二人のファンなので、うん、私も聞き始めました、はい、舞台グッドペッツフォーゴッドも一緒に拝見しまして、うん、私もファンになりました。グッドペッツフォーザゴッドね、でちゃんと書いてあるしえ、なんて言いました、グッドペッツフォーゴッド、ちゃんと書いてる、グッドペッツフォーザゴッドって書いてくれてる、失礼しました、うん、これは劇団カモメンタルの何回か前の、これもう3年前ぐらいですかね、いやいやいや、それどころじゃないって、だって、あ、そうすか、コロナの前だから、いや、もう4、5年前か、6年ぐらい前じゃない、あの、そんなになるのかかなと思う、じゃ結構長い、まあ、まあ結構前ですよ、ね、うん、それで新しいファン層を増やすための一案を思いついたので、うん、ちょっと恥ずかしいですが、恥ずかしい、うん、書かせていただきます、恥ずかしいんだ、うん、ファンシーさを取り入れたらいかがでしょうか、ファンシーね、かっこつい、うん、ファンシーさを取り入れたらいかがでしょうか、ファンシーね、ファンシー、ポップみたいなことかな、そうですかね、うん、具体的には昔、うん、爆笑問題さんがやっていた爆中問題のように、かわいいネズミやウサギなどの着ぐるみを着て、あー、いいかもいいかもマジですか、いや、まさか、いいかも、うん、今まで通りトークするというものです、あ、私は初めお二人のラジオ動画を見たとき、はい、ちょっと怖い感じがしたので、なるほど、着ぐるみでマイルドにするといろんな年齢の方が見るのではと思いました、なるほどね、大変失礼いたしました、いやいや、ありがとうございます、ちょっと着ぐるみっていうのなかったので、はいはい、僕ちょっとカツラを持ってきました、カツラ
それファンシーさんなんだけど。やったんだけど。ちょっとは見た目がマイルドになるかな。いや、ファンシーなのもあるかもしれない。まあ、女性ウィッグみたいなのもあれば。お面とかなのかなと思って。ああ、お面ね。ことだから。お面ではなかった。あれはちょっとさすがに真逆すぎるかな。あれちょっと怖いかなと思って。でもさ、うん、それって例えばさ、怪物の格好しててもさ、それはそれでいいんじゃないの、うん、例えば、うんうんうん、お互いがそういう。なるほど、うん。逆に今よりはいいか。そう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 。一番今がダメなんじゃないか。一番怖いっていう。あ、今がね。そうそうそう。ああ、どうなんだろう。どうなんだろう。うん、まあ、あとはおじいさん面とかもあるし。どうなんですかね。あ、でもちょっと俺も、あ、うん、ちょっとこれしたら巻き、うん、今それもあるして、うん、ちょっとこの近い二人になるかも、うん、この方が。なんか。あはは。あ、ちょっと交代しよう、うん、あちょっと俺がやっぱそういう可愛い、うんうん、怖くない、こういう髪型の芸人さんいますよね、うん、結構マッシュルームカットっていうか、あなるほどね、うん、こっちにね鏡があるんですね、それで僕らはこっちを見てる、はいはいはい、あこれはまあよくある女装みたいな感じになっちゃうね。まあそうだね。いやこれじゃない、やっぱり。おじいさん。うん、おじいさんと孫みたいな。息子か、おじいさんと息子。ね、息子のコンビみたいな感じ。うんうん、ああ、なんかちょっとこう、賢いそうな感じがします。インテリジェンスはあるんじゃないですか。どうですか、なんか家から出ない子供とそのお父さんで世界に向けて入ってほしい。まあちょっとはこれでたまに家に出ないみたいな。まあでも、まあ、家に閉じこもってるよりはいいかなって。あ、これちょっと言ってみようか。じゃあこれで言ってみますか、今日は。じゃあ、いやーそうね、うん、なんか、うん、最近あのオリンピックあるじゃないですか。はいはい、やってますね。さっきマグニチュラッと聞いたら知らなかったんですけど、うん、ね、ちょっと話題になってるのが、うんうん、あの柔道の団体戦、うんうん、男女混合の、うん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 、で、なんかそれが6人決まってんのかな、うん、代表はこの、うんうんうん、でこう何キロ以下の男、うん、何キロ以下の女性、うんうん、で、うんうん、ちょっと写真撮ってめっちゃでっかい男の人もいると、そうそうそう、うんうんうん、それは多分90キロオーバーとか、うんうんうん、ちょっと詳しいあれは微妙ですけど、全員で戦う、とにかく、うんうん、そうで、例えばだから70キロ以下だったら、うん、そのなんていうのかな、2個ぐらい、例えば50キロの人でも極端な人そこに出れるの、うんうん、分かる、70キロ以下ならば、誰がその時調子がいい人、うんうんうん、だからちょっと体重としては少し下がっちゃうけど、うん、調子のいい人そこに、とかもある。でも相手がそれより体重高い、ギリギリだからもう人もいる、全然だからギリギリそこの人、おーおーおー、まあなんかそんな駆け引きあるんですよ、うんうんうん、だからその時によって選ぶの、監督がじゃあ、うんうんうん、この人っていう、うんうんうん、まあで、だからさ6回戦あるわけですよ。はい。で、要はだから 4勝しちゃったらもう勝ちなわけね、うん、優勝なんですけど、うん、でそれが日本が最初3勝して、最初3勝、あ、ちょっとその辺も微妙なんですけど、うん、とにかく、まあ、ちゃん最初勝つ、うんうんうん、でも結局ね、うん、要は3勝3敗になっちゃった。そこまでいった。はい。で、ここからが問題なんですが、うん、もう3勝3敗になると、うん、次のもう1試合はどうなるかっていうと、うん、この
要は階級が、うんあのね、ルーレットみたいになってて、うん、でこのなんかぐるぐるって回って、うんうんうん、でその決まるんですよ、うん、何かにどの階級で戦うかと、50キロ以下女子とか、うんうんうん、90キロオーバー男子とか出てくるわけ、うんうん、そしたらだから要はその人たちもう一回やってるんですさっき、うんうんうん、でもう一戦やることになるその人たちが、うん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 、で要はフランスなんですよこの対戦相手がね、でまあホームじゃないですか、うんうんうん、でね日本がねこの間日本でオリンピックだし東京オリンピックでやってたんだけど、うん、その時銀だったの、でその時フランスに負けてんの、うん、あらで今回フランスでまた金メダル争ってやってんだけど、うんうん、でもそのルーレットでこれは面白いのが、うん、要は1回もやってるわけよその人たちは、あの、うん、ルーレット決まってから選手を変えたりはできないわけですよ、ほうほうほう、言ったら事前に1回やってるわけ、直前にフランスが勝った戦いもあれば、うん、そうそうそう日本が勝った戦いもあるそれ僅差のもあれば、うん、圧倒的に力が下がったのもあるわけよ、でも怪しい感じしてるでしょでまあ、まあねそのでこのねいろんな今回きな臭い話もありましたもんね、あっての、うんうん、一番最後なの、しかもその柔道の一番最後の種目がそれなの、締めくくりがで、そこでね、もうね、フランス柔道見てます？なんか、まあ、そもそもなんかずっとね、ここ何年間かもう勝ってるようなもう、うん、あのね、いるんですよ。で、俺も昔からなんか頭突きみたいなのしてる人いたけど、ね、そんな人いない、そんな人いない、そんな人あの、それはブーンとか言って、それが柔道かみたいな感じで言われてた人いた。あったね。それでも頭突きではなくて、うん、あれはなんかあれでちゃんとした技らしいんだけど、うん、リメールっていう、うん、あのその黒人の選手の人ですごく大きな 人がいて、で要はその人は 何キロオーバー級かわかんない。ちょっととにかく一番重い階級なの。ほう。それ でその人が。その人に対して日本人選手がいて、うん、でその人もめちゃくちゃ大きいんだけど、うん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 、あのさ柔道のさあのちょっと知らせして、その写真見たかもみんながそれを送り出してるところは、そうあの頑張ってみたいなのでちょっと忘れちゃったんだけどさ、うん、昔さ、うん、あの柔道でさあの山下さん、うん、山下さんも見たじゃない、うん、山下さんと、うん、山下さんめちゃくちゃ強かったじゃない、うん、そうですね、この斉藤仁さん、うんうん、この人、うんうんうん、ちょっと同じ時期だよね多分ね、うん、あの山下さんと、うんうん、その人の、ね、息子なんだけど、うん、めちゃくちゃもう、うん、明らかに恵まれた体型のあんな日本人なかなかいない、うん、190センチとかで身長が、うん、でかいです、すごいでかい、ただまだちょっと若いのかな、若めなのかな、うんうんうん、で、まあ、その本戦では、うん、あのちょっと俺話すあれ今どこまで話したか忘れちゃったんだけど、うん、あで、うん、まずねちょっと話そっちにそれちゃったんだけど、うんうん、まずルーレットね、そのルーレットがね、うん、あれあの今もう完全に、まあ、みんな知ってると思うんだけど、うんまあ、多分巻き輪だけがしかないと思うんだけど、うん、教えてください、まあ、そこになったってことですか、そのルーレットが、うんうんうん、でまあまあまあ、うん、ちょっとまだわかんないよ、まだわかんない、まだわかんない、多分でとにかくそのルーレットっていうのは、うんうん、じゃあどういうルーレット想像してる今頭の中で、なんか、うん、こうまるでダーツみたいな感じ、その宝くじのうんうんうん、ああいうでっかい車輪みたいなの で、ねうん、ダーツみたいな投げるみたいな、まあそれか、うん、電気がピッピッピッピーみたいなとか、あパッ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 って電気がついて、違う、あのねあのさじゃんけんあのさ iPhone でさ iPhone でさあの日付選ぶ時みたいの、うん、なんかメモ入れる時にさ、うんずっとずるーってこう並んでてさ、うん、スクロールしてるんですよ、ありますね、はい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 、
あんなイメージでこうグルーってルーレットだ。そうルーレットなんだけど、うん、要は電子なわけよ、うんうんうん、始まりがどっからかもよく分かんないみたいな感じで、うんうん、出てきたらで要はなんていうのいくらでも操作できるっていうかなんていうの何のワクワクもないんだよ。AI が言わしてるってことなんだ。ああいうさ、物理的なさ、うんうん、あのさ、一本グランプリのあの絵のやつ。たわしみたいな感じや、うん。パパ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 パみたいな感じだ。あれの方がでもまだ全体が見えて、うん、なんか移動し、違うか、あれも出てきてるか。まあでもあれ、うん、まあ似たような感じかな。うんうんうん、まあいろんな。とにかくなんか、うん、これってそ、なんか誰もなんかワクワクしないっていうか、うん、これってそもそも、なるほどね、何みたいな、うんうん、知って、うん、でまあやっぱりそのそれぞれ祈ってるわけよ、うん、あのその階級だったら日本が優位だったしとか、うんうん、ちなみにじゃあその日本の一番大きい選手とそのフランスの大きい選手の階級はフランスの人が勝ってたわけですね、うん、はい、あね、そこにはなりたくない。正直ね、うん、やっぱその全試合見てそこが一番力の差がある、うんうん、要はなんとか以上になってるってことです。以上なら何でもいいみたいなことなのかな。ああ、そこの体100キロ以上だったらまあそうだよ、300キロの人でも もちろんいいっていう、じゃあでかければでかいのが勝ちみたいな。そう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 、でまあその190センチ以上あるね、日本の選手も、うん、斉藤選手も、うん、でそのでもそれその人が見てもいやいや、うん、まあ明らかにはそっちの方が背が高い、うんうんうん、でそれでも何よりもやっぱねこうやっぱやってる感じが力の差があるなっていうのは、うん、俺の素人の俺が見てもなんか分かるような感じだった、うん、でやっぱちょっとそのさ、なんていうのかレジェンド級なんで相手も、うん、でちょっとなんかこう子供扱いっていうとちょっと大げさかもしれないけど、うん、まあ力の差があるんだろうなっていうような感じで、うん、でここそこ多分日本人の目線だとそこだけはちょっと苦しそうだなっていうような、うん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 、でもなんか柔道この今日まで何日かそういう、うんね、不正っていうかなかなかいろいろあったじゃない疑惑が、うん、なんかありましたね、うん、でそこでそういう結局出てきて、うん、ああ本当にこうなるんだみたいなでもね俺はねそれ見てて、うん、そこの階級になっちゃった、うん、なっちゃったのよ、うん、でもまあ なってなるんだろうなみたいな、まあ、でも俺はなんかなんていうのかなそういうことってなんかある意味なんかこうに景色としていいんじゃないかなと思うんで世の中ので俺が例えばもっと若い小学生でその柔道の、うん、例えば柔道選手して、うん、小学生でいつかオリンピックに出たいとかってそれ見てるとするじゃん、うん、で「はあ?」みたいな、うん「こんなことあんだ」みたいな、うん、マジかそれって結構いい体験なんじゃないかなって思う、うん、世の中っていろいろそういうことあるじゃない、うん、でそれがいろいろ変わっていくじゃない、うん、そのフェアさっていうかさ、うん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 、フェアな時期もあれば、そうそう今の時期、まあ大体フェアになっていくじゃん、うんうん、世の中の進歩とともに、うんうん、でこれが10年後にはさ、まあ、あれありえないよねみたいな、うんうん、もう笑い話ぐらいになるかもしれないじゃん、うん、で本当にあの車輪のとかで、うん、ダーツとかで、うん刺されたところとか、うん、そのダーツを投げるのも目隠しした人が投げてとかさ、うん、そうなっていくかわかんないけど、うんうん、なんかあのでそういうさ不公平さみたいな、うん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 、こう世の中にいろいろある、うん、なんかそういうのがさああいうオリンピックの場で全世界が注目する場で出てくるっていうのが なんか面白いなと思って、うんでしかもそれがさこの、うん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 、逆に言うとさあのデジタルなんてさ昔はできなかったわけじゃん、うん、それこそ昔もしそういうのがあるとしたらもっともしかしたら見えない箱の中で手突っ込んで引いた玉でそこに書いてある階級でやりますけど、うん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 、それこそこの箱の中
疑惑みたいな、うんうん、全部その玉かもしれない、うんうん、とかいう疑惑がその時はだったら生まれてたかもしれないけど、うん、今はさそういうデジタルので誰でも操作、うんうん、誰でもっていうかその本部の人は操作できるであろうなみたいな、うん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 、でそれがねルーレット怪しいじゃん、うん、だけどそのこの間の東京オリンピックの時もなんかそうだったらしいの、ルーレットだったらしいの、うん、ルーレットっていうか同じような感じだったんだけど、うんうんうん、その時はでも見たらねルーレットじゃなくてみんなが画面に注目してんだよ、うん、じゃあどの階級になるか、うん、じゃあただ出てくるのその階級がルーレットじゃなくて信用するしかない、向こうで決めたのか分かんないけど、でも結局一緒だよなそれってのは、もうそのルーレットすらもさただ演出が変わってるっていうだけで、うんまあ、僕らのお笑いの世界でもそれで言ったら視聴者投票とかあるじゃないですか、うんうん、ああいうのも何票でした、まあまあね、って言われても分からないですよ ね、信用するしかないですよね、うん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 、でもまあそれがあってね、で結局その、うん、でもちょっとワクワクするわけよ、このこんだけ不利な状況というか、うん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 、ところからなんか物語が、うん、で確かにそれでもひっくり返す可能性もある、ね、大選手の息子とか、うん、もしかしたら、うん、ちょっとだからねご本人も言ってたんだけどちょっと情けない負け方をしたと、その本戦で1回うん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 、ちょっと手回しも出なかったのかなって、うんうん、気持ちでも負けてたのかな、うんうん、そんなようなニュアンスもね、うんうんうん、ちょっと違うかもしれないですけど、そんなような感じのことを言ってて、で後々聞くと、うん、もうその時はルーレットの時は俺のとこに来いと、かっこいい、うん、でまあ結果まあボロ負けになったんだけどボロ負けいやいや笑うとこじゃないから、ね、いやだってボロ負け負けたでいいじゃないですかボロ負けだったんですか、いや結果はねボロ負けではボロ負けいやお前がやってたらもうほんと殺されてた、知ってます俺なんでその人ってやるんですか、階級の問題でもできないでしょ多分片手で持ち上げられる、いやそれはそうでしょ片指でもいやだからそんなやんどういう違いですか、取られてたゼロとかのパートいやなんでこの状態でやってんのそれはそうでしょ、いやでもね斉藤選手には今後期待ですよ、いやあの場で次俺に来いってなかなか、いや俺だったらもう頼むから来ないでっていう、うんうんうん、かっこいいですね、っていう、うん、でね その前にね阿部一二三さんっていうさ、うん、すごいすごい強い人がいるんだよ、うん、であのなんていうの金メダルがもう確実視されてる、うんうんうん、で実際金メダル取って個人では、うん、でその人がね負けちゃったんだよ多分さっき、うん、うん、負けが言ってた頭突き師、うん、したっていうそれがあったりしたから俺はね逆にこの ルーレットになるって言った瞬間に一つは、うん、ここは阿部さんに回ってきて、うん、でそれを不正とかじゃなくて もう物語として、うん、そういう星の元に生まれてる人としたら、うん、まあ、イチローとかさそういう感じなんかその、うんうん、回ってくるっていう ありましたね、それで言うとそうそう、うんうん、で言うとあここで本戦で一回負けてて、うん、こうルーレットの決しここで決まる決戦の場で回ってきて本戦で負けたのに、うん、次一本勝ちしてやるの、ね、そういう話もあるじゃない、うん、そうなのかなと思ったら現実はものすごくシビアな、うん、そっち行って結局負けてみたいなってことだったんだけど、まああれはねすごかった、まあ見ててねやっぱスポーツってやっぱ面白いなってそこにこういうダーティーな部分分かって、いやそれはもちろんね本当にそういうなりましたかもしれないけど、まあそれ以外の高校野球でもね今年もなんかありましたね、明らかに誤審だって言われてるね、あれでだってもう人生変わっちゃうわけですからね、バスケットもあったじゃないですか、どう見ても触れてないのにファウルとかしたとか、その辺がね、うん、でもさそれをさ、うん、そこにはやっぱすごいドラマがあるわけじゃない、その誤審っていうのもさなんかすごくさ、うん、なんかドラマであるっていうか、これはね俺もやっぱエンタメに関
関わってるとさ、うん、言ったら不幸だよ、誤診っていうのは、うん、例えば冤罪とかも不幸だよ、うんうん、でそれで言ったら、ね、殺人とかももちろん不幸だよ、うん、でもさ結構さそういう映画とかだったらさ、うん、見たかったりもするわけじゃん、うん、殺人事件の面白い映画が今流行ってるやつは見たいわけじゃん、うん、で誤診とか、うん、冤罪とかそういうのも見たいわけじゃん、うんうん、これがねだから全部例えば亡くなった、うん、亡くなった時にいやそれはもちろんね殺人とか全部亡くなってもらいたいっていうのは一つ絶対的にあるんだけれども、うん、そこにやっぱねこう ドラマをなんか感じてしまうっていうね、うん、この人間のそれがやっぱねだから自分の作品の中でもさ、うん、この登場人物ここでこの登場人物が死ぬったらドラマになるけど、うん、現実の世界の死って簡単にここでキャラクターを殺していいのかとか、うん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 、なんかそういうさありますよね。いや僕ね、うん、もうこれはね言おうかどうしようかなと思ってたんですけど何言わないですか。まあ、はい、まあ、うまく話せるか、はい、まあね、いやもうすごいそういう状況今もうその話聞いてて、はいはい、いやだからこういう僕らの世界にもそういうのあるなと思ったのが、うんうん、あのまあ僕とあるね、うん、まあ賞金100万円もらえる大会のこの間 MC をやらせてもらって、はいはいはい、若手の子たちがまあ12組ぐらい出て、うん、観客投票なわけですよ、うん、でファーストラウンドで、うん、それもあのお客さん投票なんですけど4組4組4組で3ブロックに分かれてて、うん、1組ずつ上がって、うん、最後3組で戦うんですよ、うん、もうほんと申し訳ないけどでも本人たちもそれはもう分かってると思う、うん、それはもう言うけど牧雄さんが MC をやったライブ、うん、そうなんです、うん、その時に、はいはい、現場にいたいました、うんうん、明らかに3組中1人は笑いの量が少なかった、うんうん、少なかったっていうかもう分かんない僕の記憶ではほぼなかった笑いがゼロってことまあゼロは言い過ぎだけどまあでもその要は3組が決勝に上がったんだよね、うんうんうん、で最終決戦で3組ネタ披露ってなった時に1組が少なかった、うん、で残り2組は受けてた、うん、明らかに受けてたさ、はい、でその2組のうちどっちが行くかかなと思ってたら、うん、その一番受けてなかった一番ないと思われて優勝したのね。おなぜ、まあ、それは、うん、でも理由はやっぱり観客投票だから、うん、やっぱり観客さんは自分を応援してる人に入れるわけですよ、うんはい、なんでその人たちが、うん、いやだからなんでその人たちが応援されてるんですか。ああ分からないちょっとダメなんで、え、いやいや、例えば、黙っちゃったけど、え、何、どういうこと。いや、だから、まあ、お客さん呼んでるっていうのも。あ、呼んでるのね。はいはいはい、はい。ね、100人ぐらいいる。なるほど、なるほど。観客100人ぐらいいるから、あね、まあ、わからないですけど、まあ、まあ、その後もちょっと、ううこと、ね、これね、でもね、YouTube で残ってるから見てもらったら、さっき言ってた、要は、究極のドキュメンタリーで、現実で起こってる、そういうものが見れるっていう意味では、面白いかもしれないんですけれども、まあそういう面白いって言い方したんだけど、でもそれはでも、だからこう言いたいのは別にその子たちも別に悪くはないっていうか、なんていうんだって別に自分が応援してほしいから呼ぶわけなんで、はい、呼ばれた人も、はい。あ、じゃあ結構、応援したいから入れるから、まあしょうがない。お客さんは何人ぐらいなの、まあ、100人ぐらいですね、全部で。だからもしかしたら半分ぐらい呼んでたかもしれない。なるほどね。うん。最後50票ぐらい入ってたから。そっか。でも半分呼べばだから、まあ、勝てるわけで、全員で入れてくれたらね、まあ、まあ、あとの半分をでも潰し合うわけだもんね、うん、他の。そう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 。だからね、まあいろいろ考えさせる。でもこれはもちろんその呼べるっていうのもすごいわけですよ。はい。ね。いやそうなんだよ ね。だから、うん、他の2人ももうちょっと呼んどけばよかった。もっと呼んでればもうちょっと呼んどけばよかった、うん、
だけの話でもあった。まあ、そうで、それはまださ、うん、だから、マキオが MC をするぐらいだから、うん、劇場ライブだったわけでしょ。いやいや、そんなこともないです。まあ、でも100万円そうっつった、うん、うえぇ、だからでももしかしたら今後ちょっとね、あの方法が変わっていくかもしれないですけど、ね、変わるかもしれないけど、すごいね、それはだから、すごいね、そういうことを。だからそれはでもね、あの不正でもなんでもないもんね。そうなんだよ、別にそれはルールには乗っ取ってるから、いいし、そのお客さんも別に、なんていうか、もう応援したいって気持ちで票を入れてるから、まあなんていうか、うん、それはそれで別に間違った行為ではない。ただだからそういう狭い世界だから起きれたことだもんね。だから、うん、うちの母親が敗者復活戦で、あの M1 の席の敗者復活戦で、友達にそのカモメンタル、あのカモメンタルと、で、3組入れるんだけど、うん、カモメンタルに入れてください。で、うん、後の2組は、あの、面白くなかったから入れてくださいみたいな。ことをまあ、不正だね、お願いし、だけど、うん、まあそれは愛でしょ、まあね、愛って言っとられたりだから、規模が全然違うから、ね、でもそういうことで世の中にはそういうのあるじゃん、うん、絶対的に。まあそうね、あと、うん、まあ、今回のライブは、一応ルールとしてはその将来に期待してる人に入れてくださいみたいな言い方してたから、うん、純粋にその時のネタが面白かった人に入れてくださいっていう言い方はしてなかったっていうのも一個あるかもしれない。それを提示していけばいいね、その芸人さんは。なんか言われたら僕も MC で一生懸命そういうようなことを言ってたような気がする。もう、うん、その瞬間やっぱりちょっと空気はすごかったわけよ。みんな怒るわけ。あ、それもね、結果発表の後に言ったの、まあ今日は。そうか、いやでもね、これはね、笑いの数っていうよりも今後のなんか未来の向けてのなんかもう本人も申し訳なさそうでしょうか。なんですかそれ。いや、そんな深刻にはしないけど、本人も、いや、これおかしいですとか言ってて、そしたらみんな、いや、もう喜べよとか言って、言われてて、自分たちもそうだったのか。そうなってたのか。でも本人も、まあ、呼んじゃったなって気持ちなんです。まあ、呼んだけど、もしかしたら本当に、ね、もしかしたら別の人に入れる可能性もあるなと思ってたかもしれない。うん、そしたら自分たち入れてもらって優勝しちゃった。ありがとうみたいな。申し訳ないっすみたいなこと言ってたら、いやでもさ、それは君たちに、うん、期待してるから応援してるから言ってたんだから、もう喜びなよとか言ったけど、それはさ、うん、あれだよってさ、一つのさ、あのサクセスの形としたらさ、うん、それをさ、日本規模でやればいい、うん、って話だよ。おー、確かにそうっすね。ね、うん、だからそれが そこまでいけないにしろ、それが僕たちの人気もないの、なり方なんですっつってさ、うん、友達を広げていくっていうさ、うんうん、そうそうそう、ね、ことが今のレベルだったらまだできたというだけの話であるっていうだし、もちろんごめんなさい、あのめっちゃ僕はしっかりしてるな、うん、特に1回戦のネタとかは、うん、2回戦ちょっとそのあれだったんだけど、うん、お客さんなんかこう波長が合わなかったかもしれないけど、うん、1回戦のネタはすごく面白くて世界観もあって、うんうん、なんていうかで、この、 あの M1 見たら1回戦も受かってたし、はい、うん、なんかそのお客さんたちもさ、うん、もうちょい上手に笑ってるから、ね、いや、そうなのよね、そう思えばね、ピュアな人たちだったのかね、お客さんも、あのちゃんとその人たち入れるし、うん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 、でネタもそのまま真剣に見ちゃうし、うん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 、そう、そういうことがあったのよね。だからね、あれはね、うん、結構、うん、そういう意味で言うとあの瞬間の空気っていうのはすごかった、ね、えぇ、ー、っていう声とかもやっぱ上がってたし、そのあ、そう、うん、芸人も、いや、それは本当にだからそこで MC マキオがさ、うん、どういう立ち振る舞いって結構どうした、でもなんかダイヤどういうマインドになったの、後輩からはマキオさん、うん、えぇ、ー、って言っちゃってましたよいや、覚えてよ、俺でも動画見てもそんな聞こえなかったけど YouTube 今マキオが知ったくないや、このレベルで無意識で言っちゃって、いや、ええじゃない、ええじゃないって言って、いや、ああって言ったらさ、こういうのだけどね、まさか無意識がそんなことする。それで言うと、僕らね、まあ、今日トークテーマに書いてますけど、このアンダー25、はいはいはい、ショーレース、ショーレース今もう M1 もやってるし、キングオブコントもやってるし、野菜もね、当たり前でね、野菜もって書いてあるんですよ。宇大さんがね、僕はね、審査員審査員やるのね、主催しているね、あれ言いました、決勝が発表されてましたけど、ああ